はい、こんにちは、川瀬です。いつもレッスンカット見ていただいてありがとうございます。今日はバックのね、グラデーションのリフトの角度でどれぐらいシルエットが変わるかっていうのをちょっとこう切り比べてみたいと思います。早速いきましょう。
こんな感じで切ってみました。これはアンダーセクションを45度で切って、そこから上は全部15度のリフトでカットしてみました。でこっちがアンダーを45度で、その後も全部45度リフトさせて切ったものになります。やっぱりこう15度で切ったやつはウエイトが少しこう低いっていうか、横から見た時もこう安定感ありますよね。キュッと襟足が締まって、まあ、しっかりここにボリュームが出てくるようなイメージね。でこっちはね全部45度にリフトして切ったんですけど、まあ、襟足が締まってそのままこうスッとねタイトに収まっていくような感じで、結構リフトして切ってるんでボリュームがね15度に比べて結構上に上がってるの、まあ、今日ねこんな感じで切り比べてみました。またねちょっとこうシルエットとかリフトで、まあ、どれぐらい切り方が違うかとかね、比較シリーズちょっとやっていきたいと思います。じゃあ今日はこんな感じで終わりたいと思います。チャンネル登録まだの方はぜひ登録お願いします。高評価してもらえるとすごい嬉しいです。また次回。